名取市は将来オリンピック選手になるようなスーパーキッズを支援する事業をスケートボードの分野で始めます。有望な小学生を選考し継続的に育成します。名取市がサイクルスポーツセンターを拠点に今年度始めるのは名取スーパーキッズ育成事業です。全国の小学3年生と4年生からスケートボードの有望選手5人程度をスーパーキッズに選びます。中学3年までコーチをつけて指導し、大会や遠征にかかる費用も支援します。スーパーキッズに選ばれた場合、保護者とともに名取市内に住むことが条件となっていて、市は定住人口の拡大も狙っています。本気で活躍したいっていう思っている子どもたちを育成することで、他の子たちがやはり触発されて自分もやってみたいとか、それぞれが夢や希望を抱いてそれに向かって努力できるような、そんな街にしていけたらいいな。スーパーキッズの選考は映像審査の1次が来月18日締め切り、実技審査の2次は3月2日に東京、3月3日に名取で実施します。